アンジェイ・ズラウスキーは、ポーランドの映画監督。ポーランド語読みでは、アンジェイ・ジュワフスキー。1940年、当時ソビエト連邦の占領下にあった、ポーランドのルブフに、作家ミロスワフ・ジュワフスキーの息子として生まれる。王子には、作家ヤジー・ジュワフスキーがいる。1957年から1959年まで、フランスに留学。パリの高等映画学院で学ぶ。 1960年から1966年までアンジェイ・ワイダの助監督を務めた。その間、ワルシャワ大学哲学科とパリ政治学院で学ぶ。また、この時期から映画批評や試作を発表。1967年に短編テレビ映画ペイブンチェロで演出家としてデビュー。1971年に父ミロスワフとの共同脚本で、 長編映画処女作となる夜の第三部分を発表。ポーランド映画祭新人作品賞、アンジェイムンク賞、コッシャーリン映画祭グランプリを受賞する。しかし、翌1972年に監督した第二作、悪魔がポーランド国内で上映禁止処分を受ける。そのため、自作、L、インポータントセ DM をフランスで制作する。同作は主演のロミー・シュナイダーに、 セザール賞主演女優賞をもたらした。その後、1981年のポゼッションが第34回関連国際映画祭のコンペティション部門で上映され、主演のイザベル・アジャーニが女優賞を受賞。世界的に注目されるようになる。アジャーニは本作でセザール賞の主演女優賞も受賞している。1985年の狂気の愛からは本作をきっかけに、 その後、長年にわたる、パートナー関係となる女優ソフィー・マルソーを主演に、迎えた作品を多く制作。1988年には o g a g の代表作、月三部作の第一部、銀球で、を原作にした SF 映画、シルバー・グローブ、銀の惑星を発表。第41回関る国際映画祭ある、視点部門で上映される。 本作は1977年に長編4作目として制作を開始していたものの後にポーランド政府から制作中止命令を受けており実に10年越しでの完成となった2000年に監督した著写進化ソフィーを最後に作品の発表がなかったが2014年14年ぶりの監督作マティアのワールを制作することが明らかとなった同作は ビトルド・ゴンブロービッチの同名小説を原作としたコスモスとして2015年に完成し、ロカルの映画祭の正式出品作となり、監督賞を受賞した。2016年2月17日、ガンのためワルシャワで死去。万75歳没。女優マウゴジャータ・ブラウンネックと結婚。1971年に息子くクサベリ、ジュアフスキが生まれるが、後に離婚。 草べりは、後にテレビドラマの演出家となる。26歳年下の女優ソフィー・マルソーと長く、事実婚の関係にあり、1995年に息子バンさんが生まれるが、後に関係を解消している。ありがとうございます。